こんにちは。お金がないっていうのは悪である。これはね、確かにパンチのある言葉ですけども、客観的に見ると事実でありますね。残念ながら事実です。私の感情としてはお金があろうがなかろうが善でも悪でもないと思いたいんですけども、まだそれをね本当に具現化した例っていうのは人類の歴史上ないんではないかなと思います。それはイエス・キリストでも不可能だったと聖書には書いてますからね。まあ、ですので結局はどっかのねエホバみたいな神様が人間をもういかようにも操作できる人がやらないと、まあなかなかねお金がないけどもよろしいってことにはならないのかなと思うんですよ。全ての人が生きるためにお金を必要としてますし、お金を1円も使わずに生まれて死ぬまでずっと幸せを貫き通した方もいないと思います。まあこれは極論ですけどね。で今回はそのお金がないのは悪であるっていうのは、確かにその言葉だけを抜き出すとすごく嫌悪感を覚える言葉でありますけども、そのカイジっていう漫画にあるように悪人の方がね正しいことを言っていて、どちらかというと主人公側がだらしない人生を送っていることを自覚しながらも抜け切らないというね、そんななんかねアラフォー世代の皮肉と言いますか、そういうことをね漫画に風刺的に語ってるなと思いますけども、心にズバズバと来る言葉ですよね。そしてそういうエピソードですよね。ギャンブルみたいな方法で一攫千金を狙ってまさにね命をかけて、その命をかけたのに命を失ったり肉体を失うこと、それを失わせる権力者に対してものすごくね悪役的な劣等感を私たちは投げつけるんですけども、はっきり言ってどっちが悪なんでしょうね。金がなくっていつまでも返さない、そして借金を作ってそれをギャンブルで返そうとする、それは悪ではないのかな。なんかね難しい話ですよね。まあ結論はいくら出ていても人には感情がありますから、それは受け入れられないっていうね、客観的な事実があっても個人的な解釈でそれを拒絶することがあると思います。それがまあ何と言いますかね、あり地獄なんでしょうね。似たような例でですね、こういう言葉もあるんですよ。これはね SF 作家のどなたかが言っていたと思うんですけども、出典はちょっと明らかではありません。それはですね、暴力が全ての物事に決着をつけてきたという事実があるということなんですよ。すごいですね。暴力が全ての物事、揉め事、いざこざに決着をつけてきたんですよね、人類の歴史ってのは。これはね、暴力では何も解決しないよっていうふうなことを言ってる人に投げつけた言葉であると思うんですよ。じゃあ暴力では何も解決しないという方は、じゃあね話し合いで全てを解決してきた例があるのかと。ないよ。お金で全てを解決した例があるのか。ないよ。暴力も全ては解決しない、でも決着はつけてきたという事実があるって、ここなんですよ。この微妙な言い回しの違い、つまり暴力によって決着はつけたんだけども、でも解決はしてないんだと。大事なのは決着をつけるってことなんですよ。お金でも話し合いでもそれはですね決着はつかないんですよ。議論が先延ばしされているだけで結局決着がついてないんですよね。でそういうふうなことをね、今日はね 1,2 時間ずっと延々といろんな例を引用しながらどう人に伝えようかなと思ってたんですよね。というのがこれはいろんな予備知識とか歴史的な事例とか、それから言葉を解釈を広げて多面的に見るその才覚がないと、技量がないとこの言葉が受け入れられないんですよ。で私はね、暴力が物事に決着をつけてきたって言葉は確かになんか暴力肯定論のように思いますけども、人類の歴史としてそうなんですよね。暴力が確かに決着をつけてきたなって、これ何回も何回も今日はね反芻してるんですよ。そこに来たのがお金がないっていうのは悪なんだよっていうのね。というのが資本主義社会っていうのはお金がある人に有利にできてるわけですよ。でお金がない人に不利になってるんですよ。でも別の側面から見るとお金がある人がお金のない人を支えてるっていうこの事実もあるんですよね。これも誰も否定できないんですよ。お金がない人がなんでね国や社会からの福利厚生を受けてるかっていうと、お金がある人が何らかの形で強制的に徴収されてそれが分配されてるからなんですよね。そういう構図もあるんですよ。まあこれをあんまり言うとね今度は財政論とは変わってくるんでね、矛盾が生じちゃうんですけども、例えば全ての社会保障っていうのは国債で賄われていて税金を回収っていうのは別に分配されてるわけではないっていうね、こちらの方が現実ではあるんで、まあ方便としてはねお金持ちからお金を強制的に分だくって 50% とか 60% 分だくって、
で、お金持ちがお金持ちになりにくくしてる制度があるんですよ。不思議とですね、でもお金持ちはどんどんお金持ちになるっていうふうに考えられてるところもあるんですよね。お金持ちになってみたら分かるんですけども、その例えば1億円の所得があったら5000万とか6000万ぐらいは自分のお金じゃなくなるんですよ。なんだこれはと思いますよね。いや確かにね、投資の収益ってのは 20% ですよ、大体ね、ざくっとですよ。だから1億円稼いだら、それが投資だったら2000万納めればいい話じゃないですか。だから8000万残るよって言われるんですけども、じゃあね、年収300万の人は2000万負担してますかって言ったら負担しないですよ、とてもじゃないけど。じゃあどっちがより多く強制的にお金を踏んだくられて損害を受けてるかって言ったら、金持ちの方がより分だくられてるんですよ。だから公平不公平って言うんだったら、お金持ちの人の方が不公平を鳴らすんですよね。実はそういう権利があるんですよ。いやなんかさ、人間には上も下もないと、人の上には人がいなくって、人間はみんな平等でしょ、なんで俺は一生懸命頑張ってお金を稼ごうとしてるのに、いろんなアイデアとかね、それから労力を割いて年間で1億円稼いだのに、なんでそっからさ2000万なり5000万なり持ってかれんだよ。であと300万ぐらいしか稼いでないやつから、なんであれ20万30万しか持ってかれんだよ、どういうことだよとかってね、言い出すかもしれないんですよ。でもより多くその所得を納税してる人はあんまりね言わないんですよね。しまいには高額納税者が我々富裕層からもっと課税するべきじゃないかなって議論が出てるんですよね。だから金持ちの方がもっともっと負担をしたがるし、金持ちの方がどん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 寄付をしてるし、お金持ちの方が新しいアイデアどんどん出るし、そう考えていくと、もう何がね平等で何が不平等なのかってもうこんがらがってしまいますよね。結局はその市場が神の見えざる手っていう風なあの話がありますけども、市場が全ては決めていて、例えばね、まあ、お金がない人がいるとするじゃないですか。お金に困った人が、お金に困った人って誰によって救われる可能性があるかっていうと、お金のない人同士でお金の問題解決できないから、ある時お金のある人が何がしかのね知恵とか現玉とかで助けることがあるんですよ。でこれはねちょっと本当に言いにくい例なんですけども、久保さんと援助お願いしますっていうメールはたまに来るんですよ、うん、でも自分よりもお金がない人に援助お願いしますっていうふうには多分その方は言わないと思うんですよね。この人お金持ってそうだなと思ったらいろんな寄付をお願いしたりとかね、なんか頑張ってこう政治家になって世の中変えてくださいみたいな話が出るんですよ、うん、まあ、でももちろんそれはね私にとって迷惑な話じゃないんですよ。ただこの場で現実論として話すときに、お金に困ったらお金を持ってる人とかお金を稼いでる人とか実績のある人のところにちょっと行っちゃいますよね。それが要するにお金持ちをさらにお金持ちにする仕組みになっちゃうんですよね。なんかビジネスで一山当てましたっていう人が、じゃあどんなビジネスで一山当てたのかってことを有料商材として売るとき、それが売れるっていうのは、じゃあお金がない人に対してお金の相談っていかないっていうかね、まあ当たり前のことなんですけども、結局その実績のある人とかお金を稼いだ人に何かねお願いするってことは、そのお金持ちをさらに信用を強化してお金持ちをもっと稼ぎやすくする仕組みに加担してるっていう形も見えるんですよね、うん、これはだから現実論ですよ、うん、だから受け入れがたい、個人的には受け入れがたいことですけども、やっぱ仕組みを紐解いて、まあ、客観的により客観的に見たら、まあ、そうとしか思えない仕組みが山ほどあるんですよね。でそれを感情で受け入れないと本当どん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 ね精神的にも資本的にも苦しくなるっていう現実があるかなというところですね。はい、まあそうは言っても私もね40歳8年前までは無一文どころかマイナス3000万ですからね、マイナス3500万ですからね。でそっから家もない金もない家庭もない、なんかただ希望だけあるみたいなね、こんななんかケセラセラっていうんですかね、その日暮らしで平和公園で2年間もホームレスをして30代半ばから後半にかけてね、で何の手がかりもなくって、何の目標もなくって、何もつかめないこの手がですね、初めてねそのインターネット YouTube ってものに出会って、それから YouTube を中心とした暮らしになることによって、全くこう違う世界が広がっていたなということで、救済策はリアルの中にあるように見えて、私の場合はそのきっかけは YouTube だったですよね。そして未だに YouTube を通じて
いろんな機会をいただいてるってことですかね。哲学講義を本日も行います。本日のテーマ、なんだろう、磯陣武藤吉村の新型コロナ対はい、以上です。